はい、どうも、トラキチです。今回はですね、ちょっとね、ターニングポイントの方のね、途中経過といいますか、ちょっと、どれぐらいエナジー使ってるのかっていうのをね、ちょっと紹介したいなと思います。現在、2020年4月27日の16時57分なんですけども、あと2日と22時間ですね、丸、3日近く残ってるんですけども、現在こういう感じですね。報酬の方ですね、29,6190ポイントということで、まだね、ちょっともうちょっとあるんですけども、一応全然ノルマよりは余裕で上回ってるんですけども、現在ね、使ったエナジーがね、75エナジーです。はい、一応数えてますんで、75エナジー使いました。結構ね、使ってます。はい。ほんで、今回はガチャをせずにね、もらえる契約書ですね。この A ランク2枚。と、B ランク2枚この、選手のイベントボーナスだけで一応島選手を、B ランクの限界突破コーチで、煙突強にしてますんでその分15% ぐらい上がってるんですけども、イベントボーナス合計 135% これで一応今回、累計最後までやりきろうかなと思ってます。で、あと丸3日近く残ってる段階でここですね、289言ってますんでね、350までもうちょっとなんですけども、阪神純正なんでね、阪神純正だけでやってますんで、この A ランクジム TS 契約書、これはいけばね取ればすぐ開封するんですけども、それでもうちょっと増えるんですけど、結構なエナジーはやっぱり使ってしまいますね。もらえるエナジートータル数えたら大体100ぐらい累計でもらえるエナジーありますんでね、100はいかないとしてもそれ近くは最終的に行くかなと思ってます。80、90ぐらい行くかなと思ってますんでね、ただね、ちょっとやっぱりボーナスがね低いと、なかなかこうなんていうんですかね、この終わっていかない感があるんでね、ちょっと微妙だなと思いますね。やっぱりちょっとぐらいはガチャ、A ランク、この A ラン確定とか自チーム確定とかね、 A ランク以上確定とか、これ、やるのもありかなとは思いますけどね。僕は今回ちょっとなしで行ってみてどれぐらいエナジー使うかなっていうのをちょっと、やろうかなと思ってましたんでね、今回は使わず行ってるんですけども、結構ね、失敗もね、20はやってないですけど15、6回はね失敗してます。ほとんどがやっぱりピッチャーの時ですね。自分がピッチャーの時に結構ね打たれたりね、あとゲッツー崩れでホームインされたりとか、結構悔しい、結構ストレスたまる点の捉え方するんでね、めっちゃ悔しいんでね、それが1エナジーそれで消えていきますからね、ちょっと腹立つんですけども、なんとか頑張ってます。バッターの方はね、基本的にはオーダーの方は基本的にはバース選手で回していってますんで、バース選手の前にこの近本選手を置いてランナーはいつも近本選手にしてます。はい。でピッチャーの方もね、一応能見選手を先発で全部こまめに切り替えて能見選手にしてて、中継ぎ抑えの場合はね、ここの藤川選手、これでちょっと切り替えてこうやっていってるんですけども、それでもね、ピッチャーの時は結構やられること多いんでね、ストレスは結構たまるかなと思います。そのストレス分はガチャ引いた方がいいかもしれないですね、今から思えばですけども。はい。エナジーちょっと節約したかったっていうのもありますし、イベントボーナスね、もらえるイベントボーナスだけでやってどれぐらいエナジー使うかっていうのもちょっと試してみたかったんで、やってるんですけどね。結構エナジーは使いますね。現在で75エナジーぐらい使ってますんで、その辺は覚悟しとかなあかんなと思います。はい。今回ね、ちょっとね、昨日ね、阪神純正編の方は動画出してなかったんで、今回ちょっと、契約書も何もないんですけども、ちょっと一応ターニングポイントのね、途中経過、どれぐらいエナジー使ってるのか、丸4日終わった段階ですね、丸4日終わった段階でどれぐらい使ってるのかっていうのをね、紹介しようかなと思いました。はい。今回はこんな感じです。また動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。